ザクセン・コーブルクゴータ公子で、ザクセン・コー。ドイツ語名は、アルブレヒト。イギリス女王の夫として、議会から、唯一公式に、プリンス・コンソートの称号を認められた人物である。左からアルバート、母ルイーゼ、兄エルンスト1819年8月26日、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公、エルンストの次男として、コーブルクに生まれる。母のルイーゼは、 作戦後、ダー,ターアルテンブルク公、アウグストの娘、エルンスト一世の獣枚にあたる。妻のイギリス女王、ビクトリア・アルバート・ビクトリアとの結婚を積極的に推進したのは、双方のおじにあたるベルギー初代国王レオポルド一世であった。1836年5月、アルブレヒトは、家族と共に、ロンドンを訪問し、 ケンジントン宮殿で、おばのビクトリア・オブ・サクス・コバーグイコールザール・フィールドと、ケント公、エドワード・オーガスタスの娘である、ビクトリア王女と対面した。しかし、ビクトリアの叔父である、当時の国王ウィリアム4世は、この縁組に参戦せず、ビクトリアの相手として、オランダ王・ウィレム2世の息子である、オラニエ・ナッサウケのウィレム・アレクサンダー王子を、考えていた。一方、ィクトリアは、 レオポルド一世の計画を知っていたが、自身はアルブレヒトとの結婚を望んでいた。ビクトリアは、金髪に青い瞳をしたハンサムなアルブレヒトに、一目惚れしたのである。ビクトリアが、レオポルド一世に当てて、アルブレヒトを紹介してくれた例を述べる書簡が、残っている。1837年6月20日、ウィリアム4世国王の崩御に伴い、 大井継承順位第1位であったビクトリアは18歳でイギリス女王に即位した。1839年、アルブレヒトはアニエルンストと共に再びロンドンを訪問した。この訪問の目的は二人の結婚にあった。同年10月に二人は正式に婚約し、翌1840年2月10日、セントジェームズ宮殿のオーケレで結婚式を挙げた。 当時王家がドイツ系の血筋であったことからイギリス系の血を濃くするためイギリス人の夫が望まれた。そのため女王がドイツ系のアルブレヒトと結婚することはイギリス国民からあまり歓迎されていなかったようである。アルバートは出産と育児に追われる女王に代わり公式行事の出席などもこなし実質上は君主の役割を果たした。 しかし、イギリスでの公的地位は、結婚17年後に、王廃殿下の地位が正式に与えられるまで、何一つ持っていなかった。アルバートの父エルンスト一世は、根っからの女好きで、母のルイーゼを裏切り続けていた。そのため、ルイーゼ自身も傭兵隊長のアレクサンダー・フォンハンシュタインと浮気をするようになり、エルンストから離婚を言い渡された。これによりルイーゼは、 自身の息子であるエルンスと二世とアルバートに会うことも禁じられた。こうした不幸な家庭環境により、アルバートは両親を反面教師として大変に誠実な夫となった。アルバートとビクトリアの夫婦仲は非常によく多くの子供たちに恵まれた。二人の間に誕生した九人の子女は下記の通り。 長女のビクトリア王女がアルバートによく似て、申し分のない優等生だったのに比べ、長男のアルバート・エドワード大大使は大変な、問題児であったため、アルバートはいつもこの息子のことに頭を悩ませていた。ただ、エドワードが問題児となったのは、アルバートの厳しいしつけも関係していたようである。エドワードは、自分の子供たちには、自分が父にされたのと同じような、 厳しいしつけをしようとはしなかった。左から次男、アルフレッド、長男、エドワード、ビクトリア女王、アルバート、次女アリス、三女、ヘレナ、長女ビクトリア1841年にアルバートは、ビクトリアの教育係のルイーズ・レーツェンの仕事ぶりに問題を感じたため、彼女の解任を考えるようになった。レーツェンは、当時、ビクトリアの秘書も務めており、 王室の予算ももろもろの人事権も握っていた。ビクトリアは母親同然に仕立っているレーツェンの解任に猛反対したが、アルバートに説得されて、ついにレーツェンの解任に同意した。こうしてアルバートはようやく実権を握ったが、イギリス王室は大変な無秩序状態になっていた。その理由は、レーツェンが他人の言いなりで、 また年を取るにつれて全体への配慮が行き届かなくなっていたからだった。当時のイギリス王室では、個々人が目先の利益ばかりを考え、好き勝手な振る舞いをしていた。例えば、ウィンザー城では、内側と外側の窓をそれぞれ別の部署が管理する、ということが平気で行われていた。さらに、この二つの部署は激しい縄張り争いを展開し、互いに、 相手の管轄へと踏み込んでいた。また、王族の人々が全員外出中の時でさえ、城ではたっぷりと食事を用意するのが習わしで、結局豪華な食事はメシ使いたちの胃袋に消えることとなった。さらに、ろうそくが使われていようがいまいが、すべての部屋のろうそくは、毎日欠かさず交換された。そして、18世紀後半、気前の良いジョージ世が、 赤の間と呼ばれる部屋に衛兵室を設け、当直中の衛兵にフランス産の赤ワインを毎日一本ずつ振る舞ったということに橋を発した赤の間のワイン代というものがあったが、ジョージ3世もこの世を去ってすでに久しく衛兵室の存在もうに人々から忘れ去られていたが、それでもワインだけは相変わらず大量に消費されていた。アルバートは このような数々の無駄遣いや、召使いたちの無秩序ぶりを見て、いかにもドイツ人らしい徹底した方法で、王室全体を改革することにした。彼は、職員の大半を入れ替え、王室の部署を大幅に削減した。そのため、改革前から勤めていた者も新しく入った者も、真剣に働かざるを得なくなった。当然、アルバートに、彼らの憎悪や反発が向けられた。 特に彼らの最大の不満は職員が副業にしていた格好の収入源をアルバートが潰してしまったことだった。彼らの多くは王室の情報を新聞社に流していい収入を得ていた。しかしアルバートが王室での出来事を掲載した広報を毎日発行するようになったためこれも不可能になった。また用具類に関しても帳簿をつけさせて しっかり管理させた。アルバートによる、こうした数々の改革によって、王室内部の混乱が一掃されたおかげで、王室費は全体として2万5千ポンドもの節減になった。アルバートには、優れた財政の才能があった。彼はこの他にもコーンウォール工領と、ランカスター工領からの収入を、わずか1年の間に大幅に増加させている。しかし、 数々の成功にもかかわらず、アルバートは、ケチな男や、金に細かい男などと悪口を言われるようになってしまった。増えた、分の収入は、田舎に別邸を建てるなど、アルバートによって、有効に使われた。やがて彼は、ワイト島に、広大な土地を購入し、オズボーンハウスを建て、毎年家族と過ごすようになった。アルバート記念碑にあるアルバートの黄金像アルバートは、 1841年に、長男のエドワードが誕生した前後から、数密院のメンバーに加わり、ビクトリアの秘書や顧問を務めた。かつて首相を務めた、メルバーン施爵は、早くから、アルバートの非凡な才能を見抜き、ビクトリアに対し、アルバート公は実に、頭の切れる、お方です。どうか、アルバート公のおっしゃることをよくお聞きなさいますようにと、進言したという。 1834年に首相になったロバート・ピールも頭脳名跡のアルバートに接近し微妙な問題が起きるとまず彼に意見を求めるようになった。ビクトリアには気まぐれで短気なところがあったため後回しにしたのだった。アルバートは1851年にはロンドン万国博覧会を大成功させた。この万博の最大の呼び物はクリスタルパレスと名付けられた鉄と ガラスでできた宮殿だった。彼はこの万博開催においては中心になって準備を進めており、最大の出資者も彼だった。700万人がこの万博を訪れ、収益は経費の倍以上に上った。新聞各紙もこの万博の成果を絶賛し、アルバートがイギリス国民の人気を集めたのは、後にも先にもこの時だけだったという。 1843年6月2日、科学技術産業振興協会会長に選出された。晩年のアルバートと、上1861年11月のある日、アルバートにとって衝撃的な事件が起きた。外国の大衆誌に、エドワードと女優のネリー・クリフデンとの交際が掲載されたのである。二人の仲を言いふらしたのも彼女だった。 アルバートは病身にもかかわらず、エドワードの居住するケンブリッジへと向かった。二人の間で何が話し合われたのかは明らかではない。アルバートは、結婚から21年後の1861年12月14日に、蝶チ,チフスを患い公居した42歳没。しかし、持病の異痛などの症状とアルバートの母親も30歳で、がんに倒れていたことを見れば、 彼はもともと遺願であった可能性が高いと言われる。ビクトリアは、最愛の夫、アルバートの死を深く嘆き悲しみ、彼の死後は二度と、豪華な衣装を着ることなく、自身が放御するまでの39年間を黒い、模服だけで過ごしたという。アルバートの紋章妻のビクトリア女王は、イギリスの君主であり元首といえども女性であったために、 最高位の勲章を授与されることはなかった。また、彼女も求めなかった。その代わりに、夫のアルバートが、各国の最高位の勲章を受けている。国名は五十音順内の年代は授与された年アルバート。フロックコートは、プリンスアルバートコートとも呼ばれている。アルバートチェーンが見える。ありがとうございます。